ついに J1 に来たぞ。やはり J1 に上がるとスポンサー料も高いのがありますね。いずれは何十億という金額のスポンサーも出てくるからね。待ち遠しいよ。うちにとってはスポンサー料が命だからね。観客入りませんからね。この村だとテレビ局なんだけど国内にした方がいいのかね。地元には人がいないし、海外からは試合見に来れないし。まあ今は関係ないけど。来ましたよ、恐怖の契約更改の時が。彼はバリバリの主力だからね。もちろん契約するよ。この年齢の初期面だけど、彼らのほとんどと契約するよ。必要だからね。初期面チャレンジみたいになってますね。しょうがないよ、お金がないんだから。一応何人かは補強しているしね。彼だけは残念だが切るんですね。さすがに使わないんでね。切るよ。監督どうしますか。無料でもいいらしいんだけどね。この時は知らなかったんだよね。とりあえず新しい監督をチェックして、いいのがいなかったらピエルルイジ君と再契約だ。スカウトはもちろんただのやつだよ。十分だからね、彼らでも。結局いいのいなかったんですね。まあそもそもいいのって何なんだね。安い名称、そんなのいるかよ。高いな。元からいた安いやつでいいや。ここでシーズンチケットの裏技を使いたいんだが、ご覧の通り全く売れそうにないんだよね。まあ鼻から当てにしてないけど。500席でも売れないんですね。人口が500人いないからね。それでも本州から来てくれてもいいのに、地元民しか買えない設定なんだろうね。そうそう、どうやら連携にいいのはキングストンだったみたいだね。間違ってたよ、ずっとカサンドラだと思ってたよ。カサンドラも間違ってますけどね。カサンドラはウイグルの区長が守る監獄です。別名鬼の鳴く町とも言われています。正しいのはカサブランカです。まあどっちにしろいけないですけど。じゃあいつも通り国内のエスタシオで。エスタディオですけどね。ほんと年寄りはカタカナに弱い。申し訳ない。新しい留学先だね。あまり使うことはないだろうけど。そんなお金ないですよね。ですよね。まだ絶賛縛り中だからダメだよ。いつか取る日も来るかもしれないけどね。縛りを解禁したその時には。なかなかいいリストが上がってきたんだ。まあ彼らじゃないんだけどね。平川選手なんかいい選手ですよ。彼もいいんだけど、彼いわきなんだよね。それはダメですね。仕方ない。そういえばリセットしましたよね、この間。実はそうなんだよ。
大室選手を取った後に分かったんだけど、彼金くれだったんだよね。さすがにこの状況で今金くれを雇うのは無理だと思ったんだよ。クビにする余裕もないし、5000万払えるわけもない。リセットはしませんって言った手前したくなかったんだけど、チームの存続がかかってたからね。仕方なかったんだよ。早口の言い訳、お疲れ様でした。まあ言いたいことは分かりました。次からはちゃんと性格も調べてからにしてくださいね。そうそう、お金も入ったし契約延長しとこうか。彼は2002では強烈なキャプテンシーを持つ選手でしたよ。それだけでしたが、この彼なんか欲しいね。ボランチは何人いてもいいからね。裏球もいいですよ。元浦和の福田さんです。彼らがタダで取れるんだから、ユースっていいよね。いつかユース縛りでもやってみたいな。1000年やってからね。長い。J1 に上がったからでしょうか。1000人超えてますよ。まあまだまだだけどね。千里の道も一歩からだよ。期待してないよ。いよいよ開幕です。ほぼ互角じゃないか。いい勝負できるんじゃないの。ちなみにうちは勝ちやすいと噂の3トップにしているよ。結構無理やりだけどね。フォワード3人もいないし。開幕戦でいきなり唯一の日本代表経験者、不勝利罰絶対許さんぜよ。かろうじて引き分けましたね。代償は大きかったですけど。中心選手がいきなり1ヶ月の離脱、マジ許さんぜよ。ゴールキーパーも欲しいけどね。一人しかいないし。阿部ちゃん来た。みんな大好き阿部ちゃん。連携最高のフリーキッカー。宮澤選手のフリーキックもいいですよ。若さで阿部ちゃんかな。少々お値段は張るけど、他の能力もワンランク上だしね。フォワードはどうですか。欲しいけどね。多分阿部ちゃんを取ったらもうお金がきつくなっちゃうよ。残念だが来年以降だね。本当に補強できないですね。いつになったら初期面を入れ替えられるんですか。なんだかんだで5年くらいはかかりそうだよね。まあスポンサー次第だけど。とりあえずジェフに連絡しといて。取るんですね。そりゃあ取るよ。阿部ちゃんだからね。一応リハビリしとこうか。割と効果あるからね。少し負けてますね。これぐらいならなんとかなるだろう。期待しよう。ドゥドゥ、いいよね。一度育ててみたいよ。結構いい選手みたいだからね。まずは獲得資金を貯めないと。2年ほどで貯まるでしょうか。
救世主。来ましたよ。年俸、高いね。3年はちょっと無理。こっそり減りましたよ。大丈夫ですか？彼らの出番かもしれないね。アントラーズは無理だろうね。さすがに実力が違いすぎるだろう。随分弱気ですね。見ればわかるよ。あれ意外とだね。これならいけますって。なんとかなりますよ。案外いい勝負するかもね。ズテボロですね。だね。このミュージックは阿部ちゃん頼む。まだ来てないですよ。どうもだか。せめて酒井が良かったが。一応友田のチェックしとこうか。間違ったかな。友田だったよね。友田が爆発したんだよね。お金のあるうちに酒井と契約延長しておくよ。また彼らに頼るんですね。まあね、彼らはもうファミリーなんだよ。ファミリーを助けるのは当たり前なんだよ。勝手な言い分を。やはり酒井が入ると違うね。もうすぐ阿部も入りますからね。あとはサイドバックでしょうか。そうだね。安いところで言えば駒野選手なんかいいけどね。まあリストアップ次第だね。立ちませんね。もう1ヶ月が経ったのか。早いね。あっという間だったよ。そうですね。阿部選手も取れたし、未来は明るいですね。え、1個も勝ってないじゃないか。思わず二度見しちゃったよ。せめて J2 上がりのベガルタには勝っておきたかったですね。阿部ちゃんに期待して、今回はこの辺で。